隙間があると十分な効果が得られません。鼻出しマスク、顎マスクはやめましょう。表面を触らないように、触ったら手洗いを。取り外しの際は紐部分を持ちましょう。食事をはじめ、屋内屋外を問わず、会話をするときはマスクを正しく着用し、短時間声は控えめにお願いします。一人一人の感染予防が大切な人を守ります。消費者トラブルによる高齢者の被害が深刻化しています。あなたの家族は今日消費者被害に遭っているかもしれません。おばあちゃん、おじいちゃん、騙されたらあかんで。実際の試合と